こんにちは。こんにちは。7月18日、明け方にですね、元阪神の横田慎太郎君が亡くなりました。ね、まあ、ずっと闘病されてたということで ね28歳という若さで、はい、お亡くなりになったというニュースが突然入ってきて、はい、ちょっとびっくりしましたけれども、うん、2019年かな、うん、12月に片岡チャンネルで、うん、YouTube 撮影をした時に、来てくれてね、はい、まあ、その時に、うん、まあ千佐も、うん、俺も一緒の動画に出てね、はい、横田君とはいろいろ話をしてね、そうですね、うん、まあ、将来の夢とか、まあ、阪神時代のね辛い時期とかもう本当になんかこう形を崩さず真面目に答えてくれて、うん、その中でもなんかこう秘めた茶目っ気があってね、すごく好感の持てる人でした。はい。で、まあ、直接そのグラウンドでね話したことはないし、その時は初めての挨拶と話になったんだけども、うん、だから本当になんか真面目で、うん、何に対しても一生懸命やる人だなと思って、うん、ああこういう若者が病気になっちゃうんだって最初すごく思ったけども、うん、でもその先にはね明るいことも待ってるのかなと思ってて、うん、で千佐なんかはねそういうご縁で、うん、まあ、いろんな記事講演をしてますよとか、そうですね、ね、同じ病気の人たちに勇気を与えてるよとか、うん、まあ、そういうことを教えてくれてたけども、うん、ああよかったなと思って、うん、やっぱ袖を振り合うのも多少の縁というかね、だからそういうことで俺もすごく気にしてたし、で一緒にその撮影後にお酒を飲みながら、うん、いろんな話をしたけどもね、そうですね、本当に辛かったと思うよね、うん、2016年かな、うん、開幕スタメンを勝ち取って、そう、二十歳の時ね、うん、うん、YouTube チャンネルでね、うん、いろいろ話をしてた、金本監督、加藤がヘッドコーチ、うん、兼バッティングコーチにどうだったって言ったら、うん、もうなんか次の日体が動かないぐらい振らされたとか、うん、でも彼はへこたれずについてきたから開幕を取れてね、スタメンを、うん、でその開幕戦非常に覚えてるのが、素晴らしく足が速い選手で、うん、187ぐらいあるんだけども、そうですね、うん、小技がうまいんだよね、うん、であれだけ大きな体をしてるともうホームランバッターかなって言ったら、やっぱ三拍子、高走手、全て兼ね備えた二十歳の選手がね目の前に飛び込んできて、ああこの選手が育ったら阪神は強くなるぞって思ったんだよね。だけど翌年かな、うん、脳腫瘍でね闘病生活に入るわけだけども、はい、最後、うん、引退試合、これは2019年の9月26日にソフトバンクとの試合、そうだね、うん、これは横田君にとっては1096日ぶりの公式戦だったっていうね、まあ、そうだね、うん、でまあ引退試合をやるということでね、ファンの人たちも集まって、うん、セレモニーだけやるのかなってね、やっぱり脳腫瘍の影響で、そう、後遺症があって、後遺症があって目がね、うん、やっぱこう見えないような状態で、うん、それでも平田監督がね、うん、どんな守備しててもいいからやっぱ守備に就かしたかったんだよね多分ね、うん、行ってこいって言って、
その時に、マジかよって思ったんだらしいけど、うん、守備について、まあ、奇跡のバックホームが生まれるという、うん、ね、でも28歳、はい、本当に若いしで惜しまれるんだけども、はい、なんか我々にはすごく感動を与えてくれたし、うん、なんか辛いけどな、うん、でもあの同期には、ね、岩佐田とか、うん、岩崎とか、うん、まあ、陽川とかね移籍しちゃったけども、うん、とか梅野もいるのかな。そうですね、だからなんか天国から横田が、うん、横田君が見守っててくれるかなっていうね、うん、まあ阪神に勢いをつけてくれるのかなっていうような、うん、そんな気もするし、ね、うん、また彼らもやっぱ横田君の、思いをね、無念の思いを胸に秘めて、うん、やっぱマウンドにも立つだろうし、うん、キャッチャーとしてね、そのピッチャーの球を受けていくと思うしね、うんうん、だから必ずその横田のね、横田君の、思いが伝わるように、うん、まあ、阪神の選手には頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、うん、何かね、思い出ある？そう、もう撮影の時にねお会いして、もう本当にまっすぐこうカメラで撮ってるんですけど、うん、誰かと話をするっていうと、もうまっすぐそっちを向いてじっと目を見て話をする、もうすごく印象的で、うん、こうなんていうのかな、まあ今時珍しいというか、こう芯の通ったこう昭和の男みたいな、なんか実直な、ね、そうそうそう、男だったよね。そういうところをすごく垣間見えて、うん、でね、もうなんか多分あれ片岡さんがその視覚回復の会場でね、うん、声をかけてその YouTube 出ないかみたいな感じでこう来たから、多分心の準備っていうのもなんかこうできないまま来たのかなっていうような状況で、まあでも YouTube ってそういう時にいいお話が聞けたりとかするから、すごくいい YouTube が撮れたんですけど、もう本当に、うん、緊張してる中でもいろんなお話をしてくれて、で終わってね、さっきも豊さんが言ってたように終わってみんなで食事に出かけた時に、まあ、その食事の場所までみんなで歩いて行っている時に、まあ、なんかいろいろお話しして、でお父さん高知の出身っていうことで高知の話とか、私愛媛なんでそういう話とかもしたのすごく覚えていて、うん、だけどやっぱり本当に辛かったっていうことをやっぱりその時も言ってて、だけどまあなんて声をかけたらいいんだろうって思う、まあ自分はねその立場にはなれないので、こう理解してあげることがなかなか難しいけれども、こう何か寄り添ってねいけたらいいなと思ってお話をしていたら、まあ、うん、本当にくじけないで頑張っていくっていうお話があって、うん、まあその人にね超えられない試練は神様は与えないっていうねっていう話を軽く一言言ったら、なんか今の言葉すごく救われますって言ってくださって、私がすごい救われたっていう、うん、その瞬間も景色からもう交差点、あそこの交差点でっていうようなことまで鮮明に覚えてるんですけど、うん、うん、多分もうその気持ちで再発しても乗り越えて、うん、一生懸命みんなにいろんな思いを伝えてって、そうだね、うん、してたんだろうなっていうのを見てたので、うん、この突然のニュースは本当に驚いたし、うん、残念だったな。残念でも、うん、仕方ないですね、うん、でも横田君の
思いは必ず、まあ同期だったり、阪神の選手だったり、つながっていくもんだから、ね、まあそれを信じて、またその横田君の死を無駄にしないようにね、まあ選手たちは頑張ってほしいなっていうふうに、まあプロ野球全体の人に言いたいよね。もう無念でや、ね、どうしてもやめていかなきゃいけなくなった、でも野球が好きで、最後まで野球にね、寄り添って、最後は高校野球の、ね、テレビを見ながらっていうことも聞いてるし、母校のね、試合を終わった後のね効果を聞いていたっていう、ね、そうだね、記事もありましたし、だからあの、まあ、最後はね、まあ、記事には家族が明るく見送ったっていうふうには記事にはなってたけども、まあだけど明るいね好青年だった、だけに本当に残念でしょうがないです。でも阪神ファンのね皆さんの心の中には横田慎太郎という選手は生き続けると思うしね、まあそれを今年胸に、シーズン選手たちはやっぱ頑張ってほしいなと思います。ね、まあ横田慎太郎君のご冥福をお祈りします。